はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、今回この4問ね、やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと厳しいのがある方は、今からね、自分が解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、テスト対策なのにね、計算問題続いてるので、って思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、ここはやっぱりすごく個人的にも大事なとこなので、ちょっとやらせてください。次回も計算の予定なんですけど。で、まず、前回やった、続きですね。つながりとして、解の公式と、前回できなかった平方完成。この2個について掘り下げていきます。で、復習になるんですが、どこに行く？この辺。この辺行っとくか。まず解の公式から。で、解の公式、学校でね、すでに勉強済みの方は難しいというかめんどくさいのね、覚えたと思います。x イコール 2a 分の、マイナス b プラスマイナス b の2乗マイナス 4ac ですね。これが学校で習うやつ。で、前回の動画で言ったように、できればそれプラスアルファですね。よく塾とかでは、あと私立の中学とかね、教えてくれるとこあるらしいんですけど、それが a 分のマイナス b ダッシュですね。プラスマイナス b ダッシュの2乗マイナス ac っていう。これ解の公式なんです。こっちも覚えてほしいよっていう話をしました。で、そっちはね、詳しく前回の見てほしいんですが、また問題ね、解きながら説明します。これについても。で、今回、前回の動画で喋れなかったやつですね。平方完成。漢字で書くとこうなります。平方を完成させるの。平方って何って、平方って二乗のことね。二乗を作るっていう。これポイントないんで言葉だけ書いておきます。で、これを、はい、刺さっちゃった。これをやっていくと、今回ね。で、まず1番チェックすると、前回のほど続きになってしまうんですが、まず大事なことは、因数分解できんのってとこからチェックする。つまり、カッコカッコができるかどうか。カッコの2乗の時もありますけどね。で、できないんだよね。じゃあ、できなかったら、解の公式行こうぜが個人的な流れです。俺が思う流れね。ただ、解の公式に行かないで、平方完成に行ってもできる。いいかい？だからそれはね、好みなんです、そこは。自分は解の公式の方が好きなんですけど。で、それを使って今回は両方解きます。だから時間ちょっと長くなると思うんですけど、よかったらお付き合いください。じゃあまず1番、解の公式からいきましょう。解でいいかな？解を使う、解の公式使うとね。で、どっちからいこうかな。普通にやると、これね、上の 2a 分のってみんな行きたくなると思うんですが、せっかくなんで下使ってみましょう。復習です。b ダッシュ、こっちのね、新しく書いた括弧の方。これ何かっていうと、b ってここですよね。プラス10。これが偶数の時、つまり半分にすることができる時に使うことができて、b はプラス10なんですけど、b ダッシュはそれの半分の5になります。それを使って計算するとき、つまり半分にできるときは、こっち使っていいよって。しかもこっちの方が楽なんです、計算が。で、使ってやっていきます。x イコール、で、a と c は特にダッシュとかないんで、同じく a は1、c は17で計算してください。で、いつも解の公式書くとき、こうやって分数の長い棒書くと思うんですけど、今、a が1になったことによって、1分のから始まります。だから、分数じゃなくなるの、スタートが。それだけでも楽だよね、だいぶね。で、マイナス b ダッシュ。つまりこれにマイナスつけるから、マイナス5、プラスマイナス、ルート、b ダッシュの2乗なんで、5525。あと、ここが簡単です。マイナス ac。4がなくなるので、マイナスに a と c をかける。つまり 1×17 で17だから、マイナス17で、これでいいと。で、ルートの中身計算すると8です。ルート8。で、ルートの中身直せるなら直す。8は 4×2 なんで、2ルート2になるから、これで終了という風になります。
もう解の公式とかね、分数じゃなくなった時点で本当に楽になる、計算が。あと最後の同時約分のミスも減るんでね、ぜひね、ちょっとね、覚えること1個増えますけど、その、ね、覚える価値はあると個人的には思いますので、よかったら使ってください。これが B' の方の解の公式ね。じゃあ、平方完成いってみましょう。で、これは基本的に習います。学校で、中学校ね。習うんですけど、平方完成という言葉は習いません。まあ、教えてくれる先生もいると思うけどさ。で、どうするかっていうと、ちょっと消しますね。まず、x2 乗とプラス 10x、この部分に着目します。で、平方、つまり2乗を作るので、こういう状態にするの。これ先に書いちゃって大丈夫です。平方完成。で、ここに x も書いていい。でね、まあ結論から言うと、このプラス10、この数字の半分をここに書いてください。プラス5って2乗ってしちゃっていい。で、これ何してるかっていうと、これ一回展開するとさ、x2 乗プラス 10x プラス25ってなりますよね。展開するとこれ出てくるんですよ、これがちゃんと。っていう状態に無理やり2乗を作ったの。これが出てくるような括弧の2乗って何って言われたらこれの半分書けばいいからね。ただし、今展開したらこうなったよね。こいつどうするって。ないじゃん、もともと。だから、こいつ余計に出てきちゃうんで、プラス25。余計に出てきたやつを消すために25を引くんです、こうやって。この線の部分がこういう風に改造できましたと。これが平方完成。で、あとプラス17がもともといるから、プラス17も書きましょうと。で、イコール0ですね。こうやってやる。いい。この2乗を作ってるのが平方完成。で、x プラス5、2乗でしょ?ここマイナス8になるんで、それ右辺に持っていくと8になると。で、前回やりましたけど、ほにゃららの2乗イコール数字になってるときは、2乗を取る代わりに右辺にプラスマイナスルートがつきます。で、ルート8になるから同じだね。2ルート2になる。で、プラス5を右辺に持っていけば、x イコールマイナス5プラスマイナス2ルート2となるから同じ答えでしょ。だから、どっちでもいいの。チェックすることは因数分解できるかなって、できるならやる。簡単だから。でも、できなかったら、じゃあ、解の公式、まあ、もしくは平方完成、どっちかにしようと。ただ、何度も言うけど、個人的なお好み。まあ、好きなのは解の公式です。あの、後で理由も言います、それはね。いいかな?では、2番行きましょう。で、これはちょっとね、意地悪というかで入れたんですけど、まあ、2番と4番若干ね、俺の性格の悪さが出てるんですが、これ2番、最初にね、例えば解の公式のこの括弧、B' の方を覚えてくれた方とかは、よっしゃ、B' 使えるじゃん。ここね、偶数だから。いけるじゃんって感じがするんですけど、言っちゃダメだよ、これ。なんでダメかっていうと、因数分解できるかどうかのチェックの前にすることがあります。何か。それは、全部割れないかなって。これ2で割れるんですよ。だから、2で割ることが先。こうやってね。なんでなんで間違えた ?2 だね。こう。2で割りましたと。だから因数分解できる云々の前に、もう全部の二次方程式の問題。あ、今回ごめんね。方程式解きなさいってことは書いてないんだけど、今更だけどな。これ、まず、全体割れるかどうかをやります。割れるなら割ってください。必ず。で、こっからチェックする。で、こっから因数分解できるかなってチェックするんですけど、できないんです。できないから、じゃあ解の公式か平方完成でいきましょうと。で、今、ここの部分を見ると、奇数ですよね。まあ、半分に無理やりすれば2分の5に行けるんですが、それではこっちは使っちゃダメです。これさすがに2分の5にぶち込むのきついんでね。まあ、無理やりいけないことはないんですけど、できればこっちでやってください。だから、解の公式を使うと、普通ですね。x イコール 2a 分のだから、2×1 で2分のマイナス b だから5プラスマイナス b の2乗だから25マイナス 4ac だからマイナス 4×1×2 なんでマイナス8よいしょ2分の5プラスマイナスルート17で、ルート17なんかあと直せないので、で、これで終了とよいしょなります。
で、あれ平方完成はって感じがすると思うんですけど、平方完成はですね、今ここ奇数でしたよね。だからさっきと同じようにやると、最初がさ、これの半分なんで、こういうスタートになるんですよ。最初ね。もちろん、あと余計なの引いてってまたやっていきますけど、これめんどくさいんです。そう。だから B' の条件と似ていて、平方完成はここが奇数の時が使いにくいんですよね。そう。だからあんまりおすすめしないの。解の公式で解けるからどうせ。もちろんやっていいんだけど、やりません、今回は。そう。だから解の公式のが個人的にはおすすめ。ただ、平方完成みたいな形、そういう出題のされ方をすることはあるので、もちろんこの解き方は覚えておいてください。大事だからね。といった感じです。で、3番いきましょう。で、まずチェックするのは、特にここにね、X2 乗に数字がくっついてるときは、全体割れないかなってチェックします。ただ割れないんだよね、今回ね。こいつが2で割れないからさ。だから、このまま行くしかないんで、行きます。で、平方完成、解の公式どっちでもいいんですが、解の公式を使います。ただ今回はここが偶数なので B' 半分のマイナス3で攻めることができる。だからカッコの中使っていきましょう。でも偶数消えないんだよね。最初に2があるからさ。A 分のなんで2分のからいきます。2分のマイナス B', これにマイナスだから3プラスマイナス B' の2乗マイナス AC だからマイナス2とマイナス5をかけるって考えてプラス10下行こうか。2分の3プラスマイナスルート19と。で、ルート19直せないのでこれで終了となります。でね、平方完成また話するんですけど、この x2 乗に係数、まあ、数字がくっついてるとき、1以外のね、今みたいに2とかくっついてるとき平方完成きっついんですよ。これできるんだよ。できるんですけど、それね、結構数学が得意じゃないと厳しいっす。そう。だから、こういう風に平方完成使いにくいものが出てきちゃうの。これとかもそうだよね。で、これもそう。でも、解の公式すんなりいけるじゃん。そう。だから、おすすめ。何回おすすめって言ってるかわかんないけど、この動画でね。いいかな。で、最後、4番です。で、今回はですね、まあ、解の公式とね、平方完成こうやってやってきましたけど、なんでこの4番入れてるか。さあ、みんなは何で解いたでしょう、これを。これ、この問題のシリーズで入れてるんですけど、これ普通に解けるんですよ。これで、因数分解で。なぜなら、かけてマイナス8、足してプラス2でしょ。これ、x プラス4と、x マイナス2ですよね。っていうね、まあ、なんでこの前入れてるんだ、解いた方はね、思うかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで、特に、参考書とかだと、もう、解の公式って言ったら、解の公式のページになっちゃうんですけど、ちょっと判断能力をつけてほしいなと思って入れました。はい。で、だからこうなってるので、まあね、ここの数字とここの数字着目します。もちろんね、これが0でこれが0っていうのは前提にはなりますけど、x イコールマイナス4、そして2と。この2つが答えになります。これはもう因数分解使うだけで OK です。いいかな？では、今回は中学校3年生教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、次回なんですけど、また計算です。で、計算なんですが、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、たすきがけという技についてお送りします。で、これはですね、基本的には高校で習う知識になるんですが、まあ、あと塾だとか、まあ、私立の中学、もちろん公立の中学でやってる先生も見たことありますけど、覚えておくとかなり便利な技になりますので、それの紹介というかそれをね、使った問題やっていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね、見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。